前の動画でこんな文が出てきました。ロシアは世界で一番大きな国です。ロシア is the largest country in the world。この文自体は最上級を使った文になっているね。じゃあここで問題です。世界で一番大きな国はロシアですが、二番目に大きな国はどこでしょういきなりチリの問題です。みんな知ってるかな正解はカナダです。 カナダは世界で二番目に大きな国です。さて、今回は、この文を英語で書いてみたいと思います。二番目なので、順位を表す表現です。さあ、一番なら最上級で書けたけど、二番ってどうやって表すんでしょう？実は、二番目っていう時にも、最上級を使ってあげます。え最上級って、一番を表すんじゃないのって思ったかもしれないんだけど。 実際にじゃあこの文英語にしていきましょうどうなるかというとまずカナダはだからカナダから始めていきます、Is. で一番だったら the largest でね合格だけど今回二番です二番って英語でなんていうか知ってるかなセカンドだね一番二番三番 first second third ってやったねこのセカンドを largest の直前に持ってくるんです Canada is the second largest country. これで a 番目に大きな国という表現ができます。あとは世界で in the world. これでで完成です。Canada is the second largest country in the world. 1位の時はね、まあ、そのまま何も書かなくていいんだけど、2番だったら 2nd、3番だったら 3rd、4番だったら 4th、5番だったら 5th、6番だったら 6th ってなっていくるね。こういうふうに順位の単語をザと最上級の間に書いてあげれば OK です。ちなみに今回最上級 EST のバージョンだったけど、MOST を使うバージョンだとどこに入れたらいいでしょう こんな文です彼女はその大会で2番目に才能ある音楽家です。2番目に才能あるこの部分ね、今回の表現で書いていこうと思うんだけど、才能あるは talented という単語を使っていきます。じゃあどうなるでしょうこれも一緒に考えていくと、まず彼女はだから she is だね。で、えー、才能ある。1位だったら the most talented。 とこう書くんだけど、今回2番目です。さどこにセカンドを書いていくでしょう。実はこの most の直前です。最上級の部分は most から始まるからね。さっき the と最上級の間に入れました。今回も一緒。the と most の間に入れて、the second most talented musician。これで彼女は2番目に才能ある音楽家ですと書きました。 その大会で。in the competition. こんな感じかな。これで完成です。she is the second most talented musician in the competition. こんな文になりました。今回も the plus 最上級 the most talented のこの the と most の間に順位を表す単語 second を書いてあげました。こうやって順位を表すことができるんです。 では今度はまた別な表現を見ていきたいと思います今度はこんな文です「彼はチームで最高の選手」って一人だけかというとそうじゃないんだねチームの中に何人も最高な選手がいてその中の一人ですと、えー、こんな文を書いていきましょうこれもやっぱり最高って言ってるから最上級を使っていきそうなんだけどどういう風に書くかというとこれは日本語をそのまま英語にしていくイメージです 彼はだから He is で最高の選手の一人なのでまず一人って書いちゃう。One で何の中の一人かっていうのをオフで書いてあげて One of the best players チームで。In the team と。こういう風に書いてあげます。He is one of the best players in the team これで彼はチームの中の ベストプレイヤーの一人ですという意味つまり彼はチームで最高の選手の一人ですという意味の文を作ることができますポイントは one of とほにゃららのうちの一人って言ってあげてその後に最上級を書いていくここがポイントですでこの表現たくさんの中の一人って言ってるのでたくさんの部分は必ず複数形になります今回だったら The best players になってるね このようにワン・ t ブ・ザ・ホニャララプラス複数形なのでここ注意しておいてください複数形ね大丈夫でしょうかじゃあこれも念のため、えー、今回ベストを使ったけどモースト・ホニャララのパターンでも見ておきましょうはい今度はこんな文ですボリビアには世界で最も美しい景色の一つがありますこれはウユニにある潮の湖ウユニ塩湖です 世界で最も美しい景色もうたくさんあって一つには絞れないでもそのたくさんの中の一つという文を書いていきましょう今回は最も美しいだから Most Beautiful を使っていきますねまずボリビアにはだからボリビアこれボリビアねで、えー、とボリビアは持っているって書いていこうかボリビア has で最も美しい景色の一つだから、One of the 最も美しい Most Beautiful Sceneries。複数形です。で、世界で。In the world。こうなります。これで完成。Bolivia has one of the most beautiful sceneries in the world. ボリビアには世界で最も美しい景色の一つがありますという文ができました。今回も最上級の前に one の of を置いてあげて、最もほにゃららのうちの一つだね。でえー、何のうちかとていうと the most beautiful sceneries、最も美しい景色、この中の一つだよって言っています。えー、この景色の部分は必ずたくさんある中の一つなので複数形にしています。 大丈夫でしょうか？ここまで最上級を使った表現を2つ見ました。順位を表す表現と最もほにゃららの1つとこういう表現でした。じゃあ最後今回見てきた2つを練習していきたいと思います。まずは1つ目です。猪苗代湖は日本で4番目に大きい湖です。福島県にある猪苗代湖向こうに見えるはバン磐梯山です。これを英語にしていきましょう。 まずは猪苗代湖から始めていこうか。湖なので ake, 稲、Lake 猪苗代。is。日本で4番目に大きい。順位を表すときにはどうするんだったっけ今回は4番なので、The fourth largest lake。日本で、in Japan。こういうふうに書くことができます。 Lake Inawa Shiro is the fourth largest lake in Japan。これで完成。順位を表す forth。これをザ e と EST の形、最上級の間に挟んであげて、日本で4番目に大きい湖という表現ができました。The fourth largest lake だね。大丈夫でしょうか。では、2つ目の文いきましょう。 横浜には日本で最も高いビルの一つがある。横浜ポートタワー。約300メートルです。これを英語にしていきましょう。今回はホニャララの中の一つだから、これだね。ワンノブプラス最上級の形。で、最後、複数形。この形で書いてあげます。今回、ボリビアじゃなくて横浜なので、横浜 has 最も高いビルの一つ。 one of the tallest buildings 日本で in Japan これで完成です。横浜 has one of the tallest buildings in Japan これで横浜には日本で最も高いビルの一つがあるという文ができました。最もほにゃららなうちの一つだからワンノブを使ってあげてその後は最上級 そして最上級だけどたくさんある中の一つだから必ず複数形だね。One of the tallest buildings。これで最も高いビルの一つという部分が書けました。大丈夫でしょうか。ここまで順位を表す表現と最もほにゃららなうちの一つという表現を見ていきました。